皆さんこんにちは、横山瑠璃香です。よろしくお願いします。今日はですね、ギプロチャンネルの YouTube 横山瑠璃香第2弾ということで、皆さんからいただいた質問に質問返ししていこうかなというふうに思います。たくさんの質問皆さん送っていただいてありがとうございます。では早速いきたいと思います。お休みの日は何をしてますか？これコロナ前もコロナ禍も特に変わってないっていうのが正直なところで、もうお休みになったら、競馬の予想、競馬のもうお仕事の準備したりとか、録画で貯めてたテレビ見たりとか、本当になんかもうそんな感じで、あとコンビニでなんか美味しいデザート売ってたら買おうかなとか、もう本当にささやかな休みを送ってますね。あとはまあちょっとこらえ見計らってお洋服見たりとかっていう感じで、も本当になんかごくごく普通の休みの日を今も過ごしていて、まあなので特に環境の変化とかもそんなに感じてなくって、まあストレスなくお休みの日も過ごさせていただいてます。はい。最近のテンション上がる瞬間はどんな時？やっぱ馬券当たった時ですよねそう、この間札幌競馬場でソダシちゃんを生で見ることができて、私多分初めて生ソダシを見ることができて、もうこれはねテンション上がりましたし、馬券も予想も当たったのですごい嬉しかったですね。あとはいいものを安く買えた時がめちゃくちゃテンション上がります。こうサイトとかも結構見比べたりとかして、あ、ここよりもこっちの方が安いなとか見つけられるとすっごい得した気分になるというか、まあ、実際のこの実店舗とかでもちょっと見比べたりとかして、少しでも安くいいものが手に入った瞬間はすごいガッツポーズみたいなめちゃくちゃテンション上がります。毎日欠かさずやってることは何ですか？私は毎日朝起きたら体重と体脂肪を測って、あとすごい1年ぐらい前からハマってるんですけど、アスケンっていうアプリにハマってまして、その体重と体脂肪を入力して、あとは自分が食べたものを入力すると、そのカロリーだったりとか、どのくらいこう脂質取ってますとか、タンパク質このくらい足りませんとか、そういうのがバーってグラフで出てきて、あ、じゃああと1日はこういうもの食べようかなとか、あ、今日はちょっと我慢しとこうかなっていう目安になるので、それを記録でつけてったら太りにくくなりました。なんですごいちょっとコロナ太りとか言われてる中で、あんまりなんかこう外で動けない分、私は無理なくそれでちょっと食事制限というかちょっと気をつけることができて、これはかなりいいアプリだなって思ってます。回し物じゃないですけど本当に自分で体験していいなと思ったんで、ちょっとこれは言いたいなと思って。あとはこれも通販で買ったんですけど、乗るだけでこうブルブル震えて、ちょっと余分なお肉を落としてくれるというか、あと体幹も鍛えられる、乗るだけで鍛えられるっていうのがちょっと面倒くさがりの私にはすごいぴったりなので、これもちょっと毎日ハマって乗ってます。はい。横山瑠璃香にとって競馬とは？競馬とはもうでも人生を変えてくれたものって感じですかね。競馬に出会ってなかったら趣味も多分なかったと思いますし、もう本当に仕事してる時もしてない時も競馬のことを考えない日っていうのは一日もないので、それくらいもう今自分の人生の中の中心になってることですね。もちろん知識が増えてたりとか詳しくなればなるほど楽しさっていうのももちろんあるんですけども、全然なんかこう詳しくなくっても、馬とかあと人のドラマとかそういった背景とかを感じることができるスポーツなので、なんかこう知る馬がどんどん増えて、好きな馬がどんどん増えて、いろんな楽しみ方ができて、多分40、50、60になっても続けるだろうなって思う趣味なので、いやこれは本当にありがたい出会いですね。はい。好きな寿司ネタは何ですか？好きな寿司ネタ、もうでもこれ北海道の競馬プレミアでちょっとね行かせていただいた時は、やっぱウニ、いくらいくら、生エビみたいな感じでもう好きなものばっかり集中して頼んでました。はい。
高いネタ好きなんですよね高いネタって言うとちょっとあれだけどでもなんかこう100円皿のお寿司とかもすごい好きで、くら寿司とかだったらあの炙りチーズサーモンばっかり6皿頼んだりとかそういう感じですね。はい。朝の番組収録で一番しんどいことは何ですか？私今目覚まし8っていう番組で毎週金曜日朝出させていただいてるんですけども、その前は目覚ましテレビという番組でココシラリポーターをやらせていただいたり、あと目覚ましじゃんけんやらせていただいたりしてて、そうですね、結構5年6年ぐらい、まあ、朝の番組週1で出させていただいてるんですけど、まあ寝れないこと、寝れないっていうのは、まあ早く寝れば睡眠時間っていうのは取れると思うんですけど、やっぱ週1なので毎日のサイクルだったら早く寝れると思うんですけど、やっぱ普段寝る時間が夜、1時とか1時半とかになっちゃうので、毎週金曜日私はいつも朝3時に起きてるんですけど、やっぱそうなると1時ぐらいに眠くなるけど、なんかちょっと緊張、まだ未だに全然緊張するので、緊張してたりとか、明日大丈夫かな、ちゃんとできるかなとかっていうのは毎週なんかこう考えてたりしたら、 あと1時間しか寝れない、ドキ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 、あもう3時みたいな感じで、うとうとってしたタイミングでもう行かなきゃいけないみたいな感じになってることが多いので、ほぼもう木曜日から金曜日の夜までもうほぼ寝ない状態なので、もっとねしっかりちゃんと寝て万全の状態で生放送出たいんですけど、それができないっていう、寝つけないのが一番しんどいですね。もう始まっちゃったら結構あっという間ですし、もう楽しいし、ハイになってるんですぐ終わっちゃうんですけど、木曜の夜が一番寝れないのが、寝つけないのがしんどいです。はい。ズバリ何歳までに結婚したいとかありますか？過去結婚願望あんまりなさそうな印象です。あー、結婚願望ないですね。結婚何歳までにしたいって思ったことも一回もないですなんか、まあ、あのアイドリングのメンバーだった時、アイドルだった時はなんかアイドルだからそういうこと言ってるんじゃないって言われたこともあったんですけど、マジでないですね。もう卒業して5年経ちますけど、未だにないので、アイドルに向いてるのかな私自分で言うなって感じですよねうん、でも本当に、まあ、結婚したらしたで多分すごく幸せなことっていうのはあるっていうのは想像できるんですけど、まあ、結婚してなくても十分今楽しんでますし、まあ、結婚してないってことで考えるのはその老後のことですよね。そう老後を一人でどうやってやっていこうかなっていうことはちょっと考えますけど、今はないですね。まだいつか願望芽生えるのかな、楽しみです。はい。どんな時にファンの人の応援を実感しますか？そうですね、これもアイドルのメンバー、アイドリングのメンバーだった時は握手会とかそれこそライブとか結構頻繁にファンの方とお会いできる機会があったので、やっぱりそのファンの人が自分のことをどういう気持ちで思ってくれてるかっていうのは、その人の発してる気とかでなんとなく感じられるんですよ。なので、まあ近くで喋ってなくても、ライブですごい遠くから見てても、あ、すごい応援してくれてるなっていう気は感じてましたし、実際に話した時もあのすごく緊張してる感じとか伝わるとすごくもう愛おしくなるというか、 ありがたいなって思いますし、で今ちょっとコロナ禍でなかなかお会いできる機会が減ってしまったっていうのもあると思うんですけど、そういう時はやっぱ SNS ですかね。 Twitter とかインスタとかやらせていただいてますけど、やっぱり優しいコメント、温かいコメントをいただいてるの全部読んでますけど、 ありがたいなって思いますし、こう私のことを知らない人に対外的にこう私のことを拡散してくれるような、リツイートを押してくれたりとか、それこそいいねを押してくれたりとか、なんかそういうことをしてくれるだけでも、その応援してくれてる気っていうのはすごく伝わってます。もちろんあの事務所にいただいたプレゼントとかお手紙とか、そういうのでもすごく伝わってます。いつもありがとうございます。はい。スカートをなびかせる写真いつも素敵です。衣装は自前も多いと聞きましたが、選ぶポイントを教えてください。
そうですね、結構自前の衣装の時も多くて、目覚まし8は基本全部私服で出てるんですけども、まあ、選ぶポイントは、まあ、トレンドも大事だけど一番は自分に似合うかどうかですね。とりあえずこう試着してみて顔写りがいいかとか、まあ、やっぱあの映像とか写真とかになるので顔写りがいいかとか、あと痩せて見えるかっていうのは大事ですね。服によっても全然体型って変わって見えるので、私結構肩幅がっちり系なんですね。なのであの首が詰まってたりとかする服だと顔もおまんじゅうで肩幅もガンダムさんになっちゃうんですね。なのであんまりこう詰まってる服は自分の体型にはちょっと合わないかなと思ってそんなには選んでないんですけど、まあ時と場合によってちょっとしっかりして見えたい時とかは選ぶ時もあるけど、基本はここあの今もそうだけどちょっとこうデコルテが見えるような服、結構開いてて顔シュッと見えて、あとはワンピースとかはもうコーディネート考えなくていいので、もうとりあえず花柄ワンピース間違いないと思って着てますって感じですかね。はい、結構私服とか黒多めなんですけど、やっぱテレビとかになると鮮やかな色っていうのも大事になるので、もう洋服パーって見た時にちょっと派手な色あるともうすぐ飛びついて見るみたいなのがちょっと癖になってます。はい、あとあのスカートなびかせる写真はあのすごい連写とかでいつもスタッフの方が撮ってくださるので、一番いい塩梅なところをインスタに載せてますんで、はい、スタッフの方本当にありがとうございます。はい、ルリカちゃんは競馬に詳しいですがどうやって覚えていますか？一頭について詳しく調べたりするんですか？あ、そうですね、私まあ競馬本当に詳しい人からしたら私なんて全然だと思いますけど、本当にやっぱ競馬全く分かんないところからお仕事として最初の入り口は始めたので、まずは競馬新聞の見方からネットでめっちゃ検索して読めるようになってからですね、そっからって感じでした。でもまああの名前とかで結構気になる馬ってたくさんいると思うんですよ。競走馬って面白い馬いっぱいいるし、あとはまあ本当見た目が可愛いとか顔が可愛いとか何でもいいと思うんですけど、こう一頭好きな馬、応援しようって思う馬を見つけてその馬のレースを見て、でまあなんかこう解説の人のコメント聞いたりとか騎手の人のインタビュー聞いたりとか、そういうのをしていくとだんだんその馬のなんか特徴というか、こういうレースが得意こういうレースは苦手っていうのがなんとなく見えてくると思うんですよね。でそれがこうたくさんデータとしていろんな馬が集まっていくと、あ、じゃあ今日はこのメンバーが集まってこのレースだったらこの子が今日力をちょっと出せそうだなとか、この騎手の人と相性が良さそうだなとか、そういうところから結構パズルのようにはめて始めていくと見やすいかなって思いますね。まあ、血統とかなんかラップとかいろいろ突き詰めればもうキリがないほどいろんな要素ってあると思うんですけど、最初はそんな難しく考えずに、まあ、その好きな馬を見つけるところからやっていくと結構煮詰まらないで楽しめるかなって思います。私は結構もうこの要素だけで調べるとかではなくって、なんかこういろんなところいろんなデータを集めてこう円グラフというか五角形のこうなんですかね、データグラフみたいなのを作るイメージで大間さんのデータを収集していくみたいな感じで予想してますね。はい、でももっともっと詳しくなりたいなっていう欲はありますので頑張って勉強しようと思います。さあということでこのあたりでお時間ということになりました。まだたくさんね質問いただいてたんですけども、今回はこのあたりで、今回はって言ってますけど次回あるか分かんないですけどまあなんかこういう動画撮ってほしいとかそういう要望とかもあったらぜひぜひあの私のツイッターでもいいですし、あのここのコメント欄にも書いていただければなと思いますので引き続きよろしくお願いします。皆さんありがとうございます。